黒系で申し訳ないが、ウトメにプチドキュン返ししたので書かせて。アポナしトや孫梅攻撃などテンプレ通り過ぎるウトメ。旦那や義兄が閉めても言うこと聞かない。ウトメは歩く公外なので、こちらも義兄夫婦と共に対抗してみた。ちょうど、義兄夫婦が家を建てたので、新築祝いをすると、ウトメを呼び出し。それを出迎える義兄嫁さんと、私の手は、 真っ赤な血、本当は血のり。それを見てぎょっとするうとめに対して、今、うとめさんたちのために料理中でしたのよ、とにっこりな義兄嫁さん。そして、カーテンを閉めて薄暗いリビングでは、旦那と義兄が、黒映画を大音量で鑑賞中。先ほどの私たちの血でビビったうとめは、さらにドン引き。それを気にするでもなく、旦那も義兄も、うとめに。 この映画面白いんだよ。とニコニコと接待。この時点で、留めがわなわなし始めたが知らね。義系嫁さんは、お茶を出すにしても、旦那たちのは、普通色した緑茶だけど、うとめのだけは、うっかり食べに入れて出していましたが、うっかりだから仕方ないよね。嫁子もうっかりトイレに隠してある、テープレコーダーの再生ボタンを押しっぱなしでした。これまた、うっかり。 嫁子趣味のホラーゲームの音声が流れてた気がしたけどうっかりだし、宇とが使用中だったしする。うとのトイレに何かいる。の訴えも、うとさん認知症じゃないですかでスルーです。新築に何かいるわけないですからね。ついでに、止めのかわいいチちこたんたちが嫁子に洗脳された、藤子二子離婚二子も華麗にする。 洗脳した覚えなんかないし、それは、義兄と息子さんの趣味ですよ、と言い返してやった。だって、旦那と義兄のホラーやグロ好きは元からだし、洗脳されたのは、私ら嫁の方だ。そして、この状況でも孫梅攻撃する根性のあるためには、旦那が、母さん、ほら、俺と嫁子の子供だよ、と、60センチぐらいの人形を差し出してやった。 何の冗談だ藤子。と、キャーギャー騒ぐ乙女に対して、義兄嫁さんの追加攻撃で。お義母さん、ほら、見て、私の可愛い赤ちゃんと、新鮮な鶏の金冠片手に。薄笑いを浮かべる義兄嫁さんと、俺たちの子供すごいおいしい、うまいと、ぶつぶつという義兄、人形を抱えて、薄笑いを浮かべる私ら。 夫婦と鶏の金管片手に、ぶつぶつとうまいうまい遊戯系夫妻に、もう言い換える。こんな子たちとは絶縁。絶縁だ。と、うとめたちの方から絶縁宣言いただきました。それにしても、私の人形趣味や、あなたの大好きなムチコタンたちの趣味、そして、美味しい鶏の金管のどこが悪かったのかな めから、常にこの出来の悪いバカ嫁子と言われてる嫁子はいろいろな意味でバカなので未だに分かりません。